武田良介君日本共産党の武田良介です新型コロナウイルス感染拡大の中、えー、呼び方はいろいろですけれども各自治体がいわゆる協力金などを出しておりますでこうした自治体が行う支援策について、えー、まず質問していきたいというふうに思います、えー、自治体が行う支援策は、えー、その自粛要請をしたところそれに応えていただいた事業者に対する協力金であったり あるいは家賃補助というところに踏み出しているところもある、あるいは文化応援金ということを取り組んでいる自治体もある、さまざ、あ、まあるわけでありますが、自治体がこういう支援を検討する際に、臨時交付金を念頭に置いているというふうに思いますけれども、その臨時交付金ですけれども、まず内閣府に確認したいと思いますが、今回のコロナのこの臨時交付金の目的は何なのか、感染拡大防止ということが、内容にしっかり含まれていると思いますけれども、それでよろしいでしょうか。 内閣府大臣政務官、藤原君本臨時交付金につきましては、各自治体が新型コロナウイルス感染症対策のため、 国が直接講じる政策とは別に、各地域の実情に応じた対策を迅速に展開できるよう、財政支援を行うことを目的としております。本交付金は、目的に対して効果的な対策であり、地域の実情に合わせて必要なものであれば、各自治体の判断によって、極力自由にお使いいただける仕組みとなっております武田良介君、新型コロナウイルスの感染拡大を防止すると、そのことのために、これが活用されるということでよろしいですね。 藤原政務官それも目的の中に入っております武田良介君あの目的に感染拡大防止がきちんとあるということを確認したいというふうに思います。あの各自治体が行う、えー、その協力金の支給要件、受給の要件にです、ねえー、私聞きますと、その税金の滞納がないことというのが含まれていると、えー、そういうケースがあるということであります。 でこれではその本当に必要な支援が受けられないのではないかということで、私の事務所の方にも問い合わせをいただいたわけであります。で私も率直にです、ねあの、税金滞納されるわけですから、本当に支援が必要な事業者さんだというふうに思うわけですけれども、えー、内閣府にこれも確認したいと思いますけれども、コロナ禍のこの臨時交付金をその制度設計する際の,その考え方としてですね、えー、今回、 今、紹介しました、私のところに届いているような税金の滞納がないことと、そんなことがこの制度設計の中で議論されているのかどうか、確認したいいと思います内閣府長谷川地方創生推進事務局次長。 お答え申し上げます本交付金は、今、政務官の方からご答弁がありましたように、地域の実情に応じた自治体独自の取り組みの財源に柔軟に充てていただくために、高い自由度で活用することができる仕組みとしております。一般に自治体が住民に給付金等を支給する場合において、納税義務と負担の公平性の確保や、徴税率の向上等のため、地方税等の納者に対しまして、給付金等の支給を制限している場合があるというふうに承知しております。今般の臨時交付金を活用 使用ししてて行われる協力金等につきまして自治体がどのような基準にのっとって行うかについては、それぞれの自治体が自らの地域の実情等を踏まえ、ご判断いただくものと考えておりまして、内閣府といたしましても、その判断を尊重したいというふうに考えております武田良介君。あの言うまでもなく、地方自治、あの非常に大事でありまして、あの各自治体の判断ということは当然だというふうに思います。あのまあいずれにしてもその 今回のコロナ禍にあってです、ね、この臨時交付金を出すときに、その納税、えー、税金の滞納がないことなどを条件にということを国が指示しているなんていうことは、あの当然ありえないというふうに思いますが、あの私、お聞きしましたら、静岡県の三島市というところのお話、あの伺いましたけれども、ここがいわゆるその、えー、納税条件をつけていないという話でありました。で三島市は、えー、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、 こういう事業を設けておりますけれども、先日の臨時議会の際にです、ね、私ども日本共産党の市会議員が、この事業の給付要件の中に、市税の滞納がないこと、こういう要件を盛り込んでいないか確認をしますということで、質疑をした際に、市の当局の方もですも、ね、納税証明の添付については制度概要に載せておりませんと。 今回の協力金につきましては、最大の目的は、感染拡大の防止ということだというふうにご答弁をされております。まあ、こういう判断も当然、自治体によってはできるということだというふうに思います。 そこでちょっと通告はしていないんですけれども、大臣にあのお伺いしたいと思うんですけれども、私、やっぱり率直にあのこういった条件がついた場合に、支援が必要な人に行き届かないということもあるんじゃないかというふうにも思いますし、先ほど確認させていただいたように、感染拡大の防止という点からも、すべての事業者の皆さんに届けていくということも重要だというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。高市総務大臣 むしろ現在、あの新型コロナウイルス感染症の影響で,です、ね、あの多くの方々、特にまあ事業者の方々などが、えー、支払いに窮するまあ状況にありますので、まあ、地方税もあの納税猶予ということをあのお願いしてです、ね、徹底しているところでございます。武田亮介君 あのもちろん、地方税の猶予ということもね、私も承知もしておりますし、各自治体の判断によるわけですけれども、やはり同じくそのコロナの影響を受け、全国で自粛の要請がなされ、しかし、今、問題になっている、その自治体の財政力によって、その支援に差が出てしまうと。 いうことが一方でままた指摘もされておりますではどうするかということでいえば、やはり国が行う支援をもっとこう拡充していくということが非常に重要なんじゃないかというふうに思っております。あのまあ、今の滞納、えー、を条件にするという話もそうですけれども、やはり私、感じるのは、その自治体が必要とする支援がです、ねえー、自治体の判断で、思い切った判断でできない、そういう状況も生まれているんじゃないだろうかということを、えー 考えておりますあのこれも静岡県ですけれども、東伊豆町というところのお話を、えー、伺いましたあの。東伊豆町の支援策はです、ね、すでに決定されている部分ですね、これ、大きく見ますと、国や県の制度融資残高に対する利子補給、雇用調整助成金つなぎ融資の利子補給、まあ、これで3600万円。 コロナ感染症対策として、スナックや居酒屋、宿泊事業者に対する協力金、これで4105万円とあ、えー、そうですね、4105万円、これらの予算について、一部にまあ県からの支援も含まれておりますけれども、補正予算を組んだり、専決処分で決定しているということでありました、大体7000万円超えるぐらいの規模だと思いますけれども、さらにですね、ここまで決定しているわけですが、さらに、 先ほど言ったスナックや居酒屋、宿泊事業者だけではなくて、今度は商工業者だとか、あるいは農家、漁業に対する支援、あるいは町民生活支援、それぞれ1億円、それから1.2億円ぐらい必要ではないかということで、これ、決定しておりませんけれども、町内でも議論があるということでありました農業とか漁業、生活支援ということにこう手を打っていきたいということだと思うんですが、聞きました東伊豆 やっぱりわさびなどの生産もあるということでありまして、これやっぱり居酒屋、飲食店などが今、営業自粛しているということがあって、なかなか取引が成立していかない、それからカーネーションなども、先日、母の日などもありましたけれども、これ、単価が大体100円から50円ぐらいに大きく下がっている、あるいはあの伊豆の方は金目鯛なども有名でありますけれども、金目鯛も3000円から1500円と。 いうふうに大きく値が下がって大変な状況にあるだからこそ追加の措置が必要だということが今町の方でも議論をされておられるところだというふうに思うんですこれ追加の規模を2億円超えるようなものというふうになってしまうわけですけれども既に決めているものと合わせれば3億円近くです、ね、予算がかかっていくのかというふうに思いますが本来行うべき支援として議論があるにもかかわらず それは難しいいいんじゃなななかなかかととううこでででの中でも今議論がああるようでありますあの臨時交付金、どのくらいになるのかということで、あの私も今日の質疑に合わせて総務省の方に聞かせていただきましたけれども、交付限度額、大体6700万円ぐらいになるんじゃないだろうかということで、資料もいただきましたけれども、こういう規模感からすると、やはり足りないんではないだろうかと、この臨時交付金、えー、増額が必要だというふうに思いますし、えー、今回、えー 計画に対してまず1回ですよねでこのあと追加の措置が必要になったときにどうなるのか、この臨時交付金の拡充ということが必要になると思いますけれども、内閣府、いかかがでしょうか藤原政務官。 本臨時交付金につきましては、それぞれの地域のご判断によって、自由度高く使うことができる仕組みでありますので、1兆円の枠内で地域の知恵と工夫を凝らして、有効に活用していただきたいと考えております。具体的な執行につきましては、これから始まるものでありますことから、今後につきましては、しっかり地域の実情を見極めた上で考えていきたいと思っております武田良介君。えー 高市大臣にもお伺いしたいと思うんですが、今その、えー、先ほど、納の税の、ね、条件のこともお話もさせていただきましたし、またその規模感ということもお話しさせていただきました、自治体が非常に苦労している状況、あるわけですけれども、これまでの枠にとらわれずに、支援の抜本的な強化がこれ、必要になってくるんじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか高市総務大臣。あのまあ、内閣府で制度設計していただきました、地方創生臨時交付金につきましても、 ま、財政力にもまあ配慮しながらのまあ配分となっております。まあ、それでもまだまだ不十分だというお声があることも承知いたしておりますし。しまあ、二次補正の話も出てまいりました。あのー、まあ地方行政を所管する立場といたしましては。はまあ、やはりこの地方公共団体がその地域ごとに。 えーまあ、ニーズが違うわけでございますし、また感染の、感染者数の状況も違うわけでございますので、まあ、自由に使える形の、えー、お金というのがあれば、まあ、それは大変ありがたいことだと思っております。また、各省庁がです、ね、補助事業として、新たに支援策を打ち出されました折には、総務省としても、えー、その地方負担分について、しっかりとした財政措置を考えてまいりたいと存じます。 武田良君その1兆円という規模では足りないという声が今、全国であふれているわけでありますので、これを抜本的に増やしていく、あるたに柔軟にですね財政措置も行っていくということが非常に重要になるということを重ねて、訴えさせていただきたいというふうに思います、えっと、次に、学生支援について伺わせていただきたいと思います。あの授業を受けるるることができずにいいらっしゃる学生もたくさんいる アルバイトがなく生活できないで、さらには大学を辞めることも検討せざるを得ない、いろんな学生の声が上がっております、私も先日ですね、あの民生同盟の皆さんが、えー、全国で1600人からのアンケートを集めているということで、あのー、見せていただきました、例えば、えー、石川県の金沢市の学生ですね、あのアンケートにこういうふうに書かれておりました、収入が0円になりました。今までではアルバイトを2つ掛け持ちで 合わせて週5日から6日働いていましたが、今年3月は1か月での出勤が10日間しかなく、収入は5万円ほど、4月には出勤がゼロになりました、ゴールデンウィークの予約もゼロになったので、5月も出勤する日があるかどうか、家賃、光熱費、食費、4月には大学の学費と教科書代等の支払いもあって、どうしようかと思っているところですと。 という声が寄せられておりましたあのやはり今、給付金などの議論もありますけれども、重要になってくるのは、一律の学費の半額ということだというふうに思います。あの政府のこの間の答弁ですとあの、この4月にスタートしました就学支援制度の枠組み、こういったところで留学金授業料も支援していくことですとか、あるいは大学が行った支援に対しての助成、 それから学費の納入期日の延期まあなどなど、説明あるわけでありますけれども、また今後、それでは足りない場合には、さらに検討ということもあるわけですけれども、今後、そういう検討していくということであれば、やはり学費の一律半額、ここに踏み出していくことが非常に重要だというふうに思います。確確認認ししたたいいいいとと思思まますすががが内閣府にににあって仮にですね公立大学が 学費の減免を行うという決断した場合、この場合も臨時交付金で見ることになるでしょうか長谷川議長。はい お答え申し上げますあの本交付金は先ほど申し上げましたように、地域の実情に応じて、自由度高く活用できる仕組みというふうにしております。で具体的な施策に本交付金を充当できるかどうかにつきましては、今、あの私ども、交付限度額を各自治体にお示しして、各自治体の方で今、実施計画を作っておられます。その実施計画を確認する必要があると考えておりますが、えー、新型コロナウイルス感染症対策という目的に対して効果的な対策であって、地域それぞれの実情に合わせて必要なものであれば、 はえご指摘のような授業料の減免を行う公立大学に対する支援策も含め、各自治体のご判断によって、極力自由にお使いいただけるものというふうに考えております竹田良介君。本当に何でもかんでも臨時交付金というふうにどうしても行っていくんですよね、先ほどそれでは足りないということは、もう指摘をしたとおりであります。あの三重県のです、ね、津市とというところではではすね あの一律の三重短期大大学学といいう大学がございますでこれも我が党のです、ね、都の市議団の方でです、ね、今回の新型コロナに対しての要請をです、ね、市長に対して行いました。でその要請の中身に、この三重短期大学授業料の一部返納ということを含め、要請させていただいたわけですけれども、その,その際に市長の方からも、 学生が授業を受けられない中で、学費をもらうことは苦しいと、大学の意見を聞いて、市としてもサポートしていきたいということが伝えられたそうであります。本日ですねあの 三重県の津市の方でどういう支援策を行っていくのかということで、議会で説明があったというふうにお聞きしましたけれども、その全体像の中には残念ながら、この学生のサポートの中身というのは含まれなかったそうなんですけれども、やはり学生に対する支援というのは、国のその支援、この臨時交付金がなかなか増えていかないという状況が、その背景に大きくあるんじゃないだろうかというふうに思わざるを得ません。 学生の学習権をしっかりと保障していく、そして今、多くの学生が学べないということは、これ、日本の未来にとっても許されないというふうに思います。あの自治体を背中を押しです、ね、支援を進めていくためにも、地方交付税しっかりとつけていくということももちろん大事ですし、支援を抜本的に強化をしていくということが求められてくるというふうに思います。ここれれかかからら長期化すするるだとかです、ね、ととと第二波波三いいうことも言われてきですから こういう学生の支援という点からしてもです、ね、支援の拡充を求められているというふうに思いますけれども、高市大臣、いかがでしょうか。高市総務大臣 の先ほどあの委員がおっしゃった今年4月からあの文部科学省でスタートしている経済的に困難な学生に対する高等教育の無償化でございますが、今回の感染拡大などの影響を受けて、家計が急変した場合にそのことを十分に加味した所得見込みで支援の判定をまあ行っていただけると聞いております。またあの文部科学学学省かららはは授業料や入学金の納付が困難となっておられるまあ学生さんには 農夫裕や減免などを行うよう、公立大学も含め、またあの委員がおっしゃった短期大学も含めたすべての大学になどに対して、要請をしていると聞いております、それから先ほど内閣府からまあご答弁もございましたが、公立大学に対して、自治体が支援、地方団体が支援をあの行う。 まあ場合にこれが臨時交付金の充当対象となっております。まあ、今後、とにかく学びの機会を奪うということがあってはなりませんので、えー、まあ今後の状況もよくよく注視をしながら、必要な支援をえ関係各省とあのしっかり連携しながらえ考え、適切な手を打ってまいりたいと存じます武田良介君あの学びの機会が失われることがあってはならないと。 いう答弁いただきましたけれども、そもそもやっぱり、大学の学費が非常に高いわけですよね、あの自分たちやまあ両親の収入も含めても、それでも払いきれないほどの高学費がそもそもあるんだと、で納入の猶予ということも今、答弁の中にありましたけれども、納める期間がいくらか先に延びたところで、払う額面変わらなかったら、今、アルバイトももちろんできないということも含めて。 やっぱりその額そのものが下がらなかったら、これ、払いきれないという状況になるんだと、だからこそ、コロナで全国に自粛が要請され、ほとんどの大学で授業がまともに受けられない、そういう状況があるからこそ、全国一律で学費を半額にということが強調されているわけですから、ぜひそのことが必要だというふうに思います。えー、と最後1問だけ 小泉環境大臣に気候変動の問題について伺いたいと思います。先ほども若干議論がありましたけれども、NDC に関わってであります。あの NDC の発表、私、ポイントは、エネルギーミックスとの整合性、そこが特徴の一つにあるということを大臣自身がおっしゃったということだというふうに思います。こエネルギーミックスとの整合性と言っている限りはです、ね、電源構成上、石炭26%ということも含めて、入るわけですから。 これ脱炭素、脱石炭ということに絶対ならないんじゃないだろうかとあの、ですから大臣、ここから抜け出す覚悟、それがなければならないんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか小泉環境大臣。あの誤解なくあのお伝えをさせていただくと、NDC のポイントは3つありまして、1つ目が、先ほど大沼先生にもお答えをしましたが、26%の水準にとどまらない、えー、その削減努力を追求をする、これ1つ目です。で2つ目が 地球温暖化対策計画の見直しに着手すること、これが2つ目、そして3つ目が今、武田先生に触れていただいた、削減目標の検討はエネルギーミックスの改定と整合的に、さらなる野心的な削減努力を反映した意欲的な数値を目指すこと、そして COP26、これ、今年が延期になって、来年以降になりますが、そこまでに追加情報を提出をすること、これ書いてあります。でですので あの今回、この3つのポイントの中で、ポイントは今、エネルギーミックスを整合的にとおっしゃいましたが、むしろそこの26%にとどまらない削減努力を追求をして、COP26 までに追加情報を出す、そしてそこには意欲的、野心的な削減努力を反映した数値を目指すということがポイントですので、これを引き続き努力を重ねて、COP26 までに国際社会に、日本が決して気候変動の取り組みを 後ろろにに戻さななないいいいいよより野心的なもののをを目指していくとととううううことを伝えるような、えー、実際の行動が大事であろうというふうに思いますちなみに環境省から問題提起をした石炭火力の海外への輸出のこの政策の見直しの議論、これは今、関係省庁で実際に始まってますので、環境省がエネルギー政策を所管せずとも、問題提起から動くことがあることもありますから、しっかりとそこは環境省、頑張っていきたいと思います。 時間でですすので終わります脱石炭、ぜひ求めて終わりたいいと思います他にご発言もないようですから、復興庁、総務省、環境省および警察庁の決算についての審査はこの程度といたします。次回は来る18日午後1時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。